はい、というわけでね、テスト、新しい画面を作ったんで、配信用のテスト、配信用のテストを録画でやるっていうね、テストならねえけどやります。まあ音のバランスとかだね、音のバランスとかちゃんと取れてるかとか、あとはまあちゃんとプレイできるかどうか、自分の腕前のテスト、難易度低い感じの曲でやりましょう。ただね、怖いのはね、このゲームね、見やすいスキンと見にくいスキンの差が激しすぎてね、やったことない曲はどういうスキンかわからない。あのなんか洞窟みたいなやつと、まあそうそう、これが一番見やすいんだ、これやりたい。ただ多分喋りながらできない、喋りながらできないんだったらテストにならないから、それは明らかにあのゲームを間違えてると思うよ、ゲーム選択をね。あ、でもこれはまあ割と単純な譜面かな。ただ指を考えながら押してるから今きついです、かなり。これは三味線の音か、なんか違う音がする気がしてる。今日本語おかしかったね。三味線の音じゃないような気がするんだけど、あ、でもまあ三味線こと、今のは、譜面をちゃんと見てなかったから、自分の想像してたリズムと違ってなんかよくわかんないことになった。あの高難易度のドラムやってる時にたまになるやつ、なんか違うじゃんっていうね。ああ、これはだいぶ簡単だよ。え、終わり？なんか短くない？こんなもんか。なんかさ、刀の持ち方っていうか向きおかしいよねこの子。まあフルコンは簡単でしょう、ワンミス、まあなんとかなるわ。なんともなってないんだけど、なんとかなる、あのちゃんとやればね。明日から本気出す。桜吹雪、なんか曲聴いてるとこっちの方が桜吹雪なのかなっていう感じするけど、とりあえずレベル3で、やりながら喋る練習をするけど、おお、なんだこのマウスカーソル、邪魔だ。お、今絶対リズムおかしかった。喋りながらそのプレイするのはさ、まあ腕前もそうだけど、やっぱあれだよね、おっとっと、何も考えなくても押せるようになるとそっちに意識持っていけるんだけど、まだ無理だね。だから今だったら多分指糸だったらできる、指糸と、まあギターもできるかな、曲によると思うけど多分できると思う。ドラムもまあできなくもないと思う。ギターはね、自分の感覚ではこれ押せてねえだろうっていうのが押せてる時あるから、体が勝手に押してくれてる時があるね。ドラムはそういうことないもんね、もう自分が押せないと思ったら押せてない。ギターはどうやって自分でその運指したのって思う時がたまにあるもん。今のはね、あの忙しいところで喋るべきじゃなかったねとミスを見て思った。あそこで喋ったらそれはミスるよなっていうミスだね。そういや2連続でこの譜面、譜面というかこのスキンでよかったな。やっぱこれが一番見やすいわ。
え、なんか短くない？押すとこ少ないからそういう風に感じるのかな？あと、このイラストどこが桜吹雪なんだ？ひどい。フルコンいけただろうって感じの曲だけど。こういうジャズのやつがね、まあ、とにかく好きでね。これやってみるか。刀持ってる。これは喋る余裕あるか？ちょっと厳しそうな気がするよ。やっぱね、押しながらこれはどの指で、これはどの指でって考えてるから、喋りながらやるとね、脳めっちゃ使ってんだ。しかもリズムがちょっとなんか不規則だもんな、これ。これさっきから裏のリズムで叩かされてるのか、もしかして。あ、まあでもこの辺からちょっと分かりやすいかも。分かりやすいというか、なんというか、単純に押す間隔が長いというか、ちょっと余裕がある感じ。そうやって言ってるとだんだん激しくなるんだよな。これ会員のか、あ、じゃあ高難易度版だとなんかかなりいろいろ押す、なんつうの、押させられそう、押すことになりそう。あ、間違えた。今のは押す指を間違えたんです。この押すとこ間違えるっていうのかな、音ゲーで一番萎えるよね。全部113%ぐらいじゃん。まあしゃあないね。よし、時間も時間なんで、あと1曲やってテスト終わりかな。これもなんか1回だけやった覚えがある。ん？これ日本語だな。何、猫ちゃんステップって。まあこれやるか。 ただ横のなんていうの、なんかアイコンみたいなのが、あ、嫌い。ここほんとにこれ感覚わからないんだよな。多分この譜面だとね、何も喋らなくなると思うから、よろしく。そもそもこれは有名な曲なのか？おお、わからんわからんわからん。
なんかボカロとかではなくて普通の曲な感じはするけど。いや本当にこの譜面っていうかこのスキンさ、タイミングわからないんだよ。今全然合ってないのは自覚してるんだけど合わないの。なんでこんなに合わないんだろう。すごい見づらいの。多分やってる人しかわかんないと思うんだけどね。説明できないんだけど、なんかすごく途中から加速してくるイメージ。そのせいで合わないんだな。そしてなんかこの曲やっぱりちょっと長い気がする、さっきまでの曲に比べると。後半は割と繋がったかな。危な。いけましたかね。今すげえ無理やり喜んでる顔してるからなんか笑ってる感じになる。全部112、113じゃん。これが俺の実力ですね。コンボ 92%。 まあそういうわけで、テストはこれで終わりです。知らない人がこの動画見たらなんだこれってなって、知ってる人が見てもなんだこれってなるけどね。まあね、何がやりたかったかっていうと、単純にさ、ハッシュタグのまんまだよ。変なの見つけたから何これと思ってやっただけ。じゃあそういうわけでね、ご視聴ありがとうございました。明日朝早いんでもう寝ます。なんでこんなことやってんだろう。おやすみ。